はい、こんにちは、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、ちょっと、いつもとは違った感じでやってみようと思うんですけども、今日のお話、何かというと、エクストリーム都市伝説、エイリアンインタビュー編、嘘か本当か。はい、失礼しました。今の似てました?一度これやってみたかったんですよね。もう誰の真似してんのかわかんないっていう声も聞こえてきそうなんですけども。というわけで今日のお話はエイリアンインタビューです。エイリアンインタビュー。皆さんこれ何か知ってますか?これね、ちょっと前に YouTube 上でも流行ったみたいで、まあ、私も知ってたんですけども、まあ、あんまり興味ないからスルーしてたんですよね。でもまあ今回せっかく、リクエストいただいたんで、まあ、取り上げてみるんですけども、なんだろう、この話結構ね、そのスピリチュアル的に見ても、なかなか、本質的な話も混ざってるのかな、まあ、いいことも言ってるのかなと、私は思うんですよ。で、この話が嘘か本当かどうかなんて、実はね、どっちでもいいと私は思ってます。うん。まあ、ただそういう情報があるねっていうだけなんですよね。まあ私はそういう認識なんですけども、まあなんでそういう認識になってるのかっていうのをまあちょっと話していくんですけども、とりあえずはちょっと質問を先に紹介しますね。のりさんはエイリアンインタビューは創作だと思いますか?考えを聞かせてもらえたら嬉しいです。ロズウェルに雷のためにエイリアンが墜落したという話を信じるようになり、そのエイリアンにインタビューをしたというので興味がありました。Kindle のプライムに入っていたので読んでみたら、最初はなんか宇宙の真実に迫ることが聞けるのではと期待したのに、だんだん暗い気分になってしまうような内容が出てきて、もし真実なら救われません。よろしくお願いします。ということなんですよね。はい、ありがとうございます。まあ、てな感じで、まあ、結構この本を読まれて、こういう暗い気分になられてしまう方、いらっしゃるみたいなんですけども、全然ね、そんな心配することもないし、暗い気分になることもないんですよ。なんでかっていうと、解決策もちゃんと書いてあるからなんですよ。全部読むとね。まあ、それは、順を追って話していくんですけども、とりあえずじゃあこのエイリアンインタビュー、これ何なのかっていうのを、まあ、私の見解も含めながら、この概要をちょっと先に説明していきますね。で、後半どのようにして私が普段話しているようなこのスピリチュアリティの話につながっていくのかっていうことを、まあ、うまく伝えられたらいいんじゃないのかなと思ってやっていますね。はい。というわけで、このエイリアンインタビュー、今日はちょっとスライドをね、いっぱい作ってきたんで、まあ画面見ながら、聞いていただけると分かりやすいかなと思うんですけども、まあこんな本があるんですよ。これ1947年出版、マチルダ・マック・エルロイという、まあ、女性の方が書いた、暴露本というか、まあ一応体としては、ロズウェル事件の真相を元にした、まあ SF、これは SF 小説ですよという体で出版してるんですね。まあそうしないと、まあ、内容があまりにもあれなんでね、特に1947年なんでもう70年ぐらい前、まあそれぐらいの時代だからこんな突拍子もないことをね、これ事実だなんて言ったら、大変なことになるから、まあ、ずっと秘密を守ってきたということになってるんですよ。で、このマチルダさん、まあ、何してた人なのかっていうと、まあ、当時は23歳だったんですけど、要は、ロズウェルの、軍事基地で看護婦さんとして働いてたんですね。で、ある日 UFO が墜落します、基地の近くに。で、その UFO には何人かの宇宙人が乗ってました。でもよく見ると1体だけどうも生きてるぞと、じゃあその1体と死体を基地に持ち帰って死体は解剖して、その1体は何とかコミュニケーション取れないだろうか、ちょっとねコミュニケーション取れるように何とか頑張ってみようみたいなことをやったんですよ。でその時にいろんな方法を試してこのエイリアンとコミュニケーションを取ろうとしたんですけども、何しろ彼らは口もないし、でよく見ると体はこれ生物なのかロボットなのか、それすらもよくわかんないんですよね。でこんなんでどうやってコミュニケーション取るんだよって言ってたら、そこにたまたまいたこのマチルダさんという、まあ、看護婦さん、現場に居合わせた看護婦さんが、まあ、たった一人の女性だったんですけども、その人がテレパシーでこの宇宙人と会話ができるってことに気づいたんですよ。要はマチルダさんの頭の中にその宇宙人の声が入ってきたんですね。でマチルダさんは上司に「あ、私このエイリアンの声聞こえます、コミュニケーション取れます」って言ったら「え、マジ?」って風になって、じゃあマチルダさん、あなた、ちょっと今までの給料のもう何十倍の給料を出すから、ちょっとあなたはこの宇宙人にずっとつきっきりになって何度かコミュニケーション取ってよ、うん、って言われたんですよ。でこっからマチルダさんとこの宇宙人のコミュニケーション、この対話のテレパシーによる対話の記録がいろいろ綴られて、それをまあ暴露本として本に出したという流れになっているんですよね。はい。で、マチルダさん、いろんなことをテレパシーを使ってこの宇宙人に質問をします。で、その質問というのもあらかじめ、まあ上司とか、そこにはまあいろんな人がいます。生物学者であったり、物理学者であったり、心理学者であったり、言語学者であったり、もういろんな偉い人が集まって、で、その人たちが質問リストを作って、それをテレパシーで宇宙人に質問して返ってきた答えを速記でこのタイプライターでバーっていって文字に残すということをやってたんですね。でいろんなことをまあ聞いて、まあ、いろんなことが分かってきたんですけども、まずこの宇宙人、名前はエアルというそうです。まあ自分でエアルって名乗ったんですね。でこのエアル君、自分で言うには私はそのロボットでもないし生命でもないと、うん、この体、このもうまんまのグレータイプの宇宙人の体ですよ。身長がさ1メーター20センチぐらいでひょろっとしてて子供みたいで、目が大きくて、で口がなくて耳もなくてみたいな、そういうまあありがちのね、グレータイプの宇宙人なんですよ。でこのグレータイプの宇宙人が生命ではないって話、まあよくあるじゃないですか。あの話っていうのは多分こっから出てくるんだと思うんですけども、でこのエアル君っていうのは、まあ、ロボットでもなく生命でもなく、我々はこのトールボディ、要は人形みたいなものを着て、そこに要は魂を入れて操作してるみたいな、そんなことを言うんですよね。はい。で実際死体の方を解剖してみたら、人間みたいにその内臓があるわけでもないし、胃も腸も何にもないんですよ。でその仕組みがどうなってるのか全く分かんないんですよね。あ、本当にこれロボットなのか生命なのか、あ、どっちなんだろう、わけわかんないね、あ、不思議だねっていろいろ言ってたんですよね。うん、でまあいろいろ質問しますよ。でエアル君、あんた年齢どれくらいなのって聞いたら、はい、私6億歳です。もう6億年生きてますって言うんですよ。でもここで大事なのが、この6億年っていうのはこのトールボディ、今のこの肉体の体が6億年なんだと。でもその中に入っている本体、これをエアルは IS-BE というんですけどね、うん、IS-BE と表現してるんですけども、IS-BE としては実は不死なんだと。もう死ぬことはないんだよ。ってことを言ってるんです。でこの今 IS-BE というワードを出しましたけども、この IS-BE というワードがこの話の中ではまあ非常に重要なキーワードになってきます。まあこれについては後々説明していくんですが、でこのエアル君、じゃああんたどっから来たのって言ったら、で自分はドメインという文明に所属しているんだってことを言ったんですね。でもうかれこれ1万年前から地球をまあ観察しているとか管理をしてるんだと、そんなことを言うんですね。はい。でさらにエアル君が言うには、宇宙にはこの自分たちが所属するドメイン文明ってのがあって、さらに敵対する、旧帝国文明ってのもあったらしいんですよ。で地球の場合は1万年前はその旧帝国文明の支配下にあったそうなんですよ。でも今はドメイン文明の支配下にありますよってことらしいんです。でドメイン文明と旧帝国文明ってのはもう何億年前からずっと戦争をしていて、それがやっとドメイン文明が勝利して、この地球圏からはその旧帝国文明のIS-BEがだんだんいなくなってきて、今はドメイン文明の管轄下にあるよって話なんですね。ただこのエアル君たちのドメイン文明としては地球人には基本的には興味はないし、その、まあ、管理はするんだけど、そのなんていうの、支配をするつもりもないし、どうこうするつもりはない、ただ観察しているだけなんだと。とは言ってもこの地球は大事なんだと、地球はやっぱ守らなきゃいけないから、そういった意味ではその人類が間違いを起こして地球の環境をめちゃくちゃにしないように、まあ、そういうことは一応注意して見てるよって、まあ、そんなことを話してるんですよね。はい。でここまでの話だと「ああそうなんだ、エアロ君、ああドメイン文明ね、ああそう、随分長寿命ですね」って、まあ、そういう話になるんですけども、ここでちょっと問題があるんです。それが何かというと、先ほど IS-BE というワードを出したんですけども、この IS-BE っていうのは何かっていうとね、これがね、言葉で表現すると多分その魂とか、あと意識とかパーソナリティとか、まあそういうものに当てはまるんですよね。ただこの魂っていう言葉もね、これってなんか非常に抽象的な言葉だし、まあ使うのに便利な言葉なんですよね。みんな魂っていうとなんとなくこうふわふわふわっとイメージ持ってるじゃないですか。ただ私も普段からお話ししているように、あんまりね、私もその魂という表現はもう使わないようにしてるんですよ。それはなんでかっていうと、その肉体に魂が宿っているっていうのは、やっぱこれ、ちょっと古い考え方って言ったらおかしいんですけども、ちょっとその宗教っぽくなっちゃうんですよね、その話を詰めていくと。だから本の中ではその人間の肉体にIS-BEが入っていて、そのIS-BEが本体なんですよ。その肉体が自分だと思っている自分は、それは偽物で、本当は地球人も宇宙人エアルも全部その正体はIS-BEなんですよ。でIS-BEってのは意識でもあり、パーソナリティでもあり、さらに言うと全てなんですよね。だから全てだから地球もIS-BEなんですよ。宇宙もIS-BEって言えるかもしれないしね。でこのIS-BEってのもね、このIS存在、BEそうなる、存在がそうなる、なんかほらここの言葉だけでさ、もうなんかピンときません？これってね、私の感覚で言うとね、ニサルガダッタマハラジのさ「I am that」私はある、存在が要はあるっていう、やっぱその表現に非常に近いなと思うんですよ。でそれが BE そうなろうとしている、っていう、そのそうなろうとする意思を持っているよっていう、まあ、そういう意味だと思うんですけども。で我々も宇宙人エアル君も、まあ、全部IS-BEだって分かりました、それはいいとします。じゃあここで何が問題なのかっていうと、実はそのエアル君が所属するドメイン文明と敵対関係にあった旧帝国文明ってのがいるんですけども、その旧帝国文明っていうのはものすごく強大な力を持っていて、もうずっと前から宇宙を支配してきたっていうんですよね。でそいつらが地球に電磁バリア的なものを張って、要は地球にいるIS-BEは地球の中でしかもう活動できないようにしちゃったってことなんですよ。で本来ならIS-BEっていうのはもう純粋な魂であり意識であり存在なんで、その空間とか時間とか関係ないはずなんですけども、それを旧帝国文明が地球に電磁バリアを張って、地球の中だけでしかそのIS-BEが地球人の肉体に入れないようにしたってことなんですね。でこれってつまり輪廻転生のことを言ってるんですよ。要は旧帝国文明が作ったこの地球に張った電磁バリアによって、私たちは地球の中に魂を閉じ込められて、永遠に何回も何回も輪廻転生させられてますよってことなんです。じゃあなんでそんなことすんのって言ったら、実は地球というのは監獄だからだそうなんですよ。はい。このエイリアンインタビュー、サブタイトル、地球監獄説となってます。つまり、この本は、地球というのは本当は監獄であり、宇宙のゴミ捨て場なんだと。うん。え、ゴミ捨て場？じゃあ何のゴミ捨て場なのって言ったら、それは過去に、犯罪を犯した魂、IS-BEであったり、あと政治的になんか危険な思想を持ったIS-BEであったり、あとは体制に逆らうような、そういった思想を持ったIS-BEであったり、さらにはちょっと性格がひん曲がってるやつとか、本の中には、変質者のIS-BEとかさ、なんかそういうひどい書き方がしてあるんですけども、まあそういった、やばいやつ、要はやからみたいなIS-BEが地球に強制的に送り込まれて、その電磁バリアの中に封じ込まれたIS-BEたちは、過去の記憶とかも全部消されちゃうそうなんですよ。だからこの電磁バリアってのは、IS-BEの記憶喪失装置でもあるんです。で、ここまで聞くと、ああ、なんかこれってスピでよく言われてることに似てるよね、みたいな感じになりません？要は、本当の私たちってのは、よく、ほら、東洋思想だと、真我っていう言葉使うでしょ？無限であり、絶対的なものなのに、それを、そうではない。あなたたちはIS-BEではない。ただの人間なんだ。っていうふうに、自分が、つまりこれ、自分が神であるってことの記憶を消されてるってことなんですよ。で、さらに言うと、この本に書いてあるのは、臨死体験とかあるじゃないですか。死んだらお花畑があって、で、知り合いが出てきて、まだこっち来ちゃダメだよとか言ったりとか、あと人によっては地獄のような景色を見たっていう人もいますし、で、人によっては、臨死体験によって、なんか神様的なもの、天使的なものにあって、で、その人に、あなたは地球でこういう使命を持ってるんだ。特別なライトワーカーなんだ。みたいな、そういう、なんだろう、刷り込みもされるって言ってるんですよ。臨死体験とかで、なんか、いろんな光を見たりとか、光磁存在を見たりするのも、それも旧帝国文明が作ったこの電磁バリアシステムによって見せられている幻想ですよ。あなたは騙されてますよっていうことが書かれてるんですね。はい。じゃあこの電磁バリアって何なのって言ったら、私はこういうことかなと思うんですよ。これが自我を発生させるシステムなんだろうなってことだと思うんですよ。だから、この輪廻転生を繰り返す、この肉体の中に魂というものが入るっていうよりも、このマトリックスのシステムに、要は頭にプラグさして、強制的にログインをしてしまうシステムってことだと思うんですね。で、実際その宇宙に漂ってるIS-BEとかも、その中には犯罪を犯したやつとか、要は、帝国文明にとって都合が悪いIS-BEってのを、自動的に地球に引き寄せて、その地球の輪廻転生システムの中にこう組み込んでしまうっていう、まあそういうこともやってるそうなんですね。だからもう地球っていうのはもう、なんだろう、犯罪者のIS-BEがもうぐっちゃぐちゃに集まってて、それでも永遠に輪廻転生を繰り返して、で自分が何者であるかという記憶を消されてしまって、ずっと苦しみ続ける。っていうことなんですよね。で、ここまで聞くとなんかちょっと暗い話に聞こえるかもしれないんですけども、ただここでちょっと朗報があるのが、まあこれも本に書かれてるんですけども、この電磁バリアのシステム、まあ私はこれが自我を発生させる仕組みだと解釈してるんですけども、その効力が弱まってきてるそうなんですよね。で、さすがにこのシステムってもう何億年も前にも帝国文明に作られたやつなんで、まあ、だんだん劣化してるんでしょうね。で、AR 君が所属するドメイン文明っていうのが、今地球を管理してるんですけども、実は地球にはこの AR 君の仲間であるドメイン文明の IS-BE も約3000体捉えられてるそうなんですよ。じゃあその IS-BE たちは、どういう人たちの肉体に入っていたのかっていうと、それがね、結構細かいことがね、書いてあって、ちょっと紹介すると、あれはなんだっけ、オーストリアの、王子が暗殺された事件あったよね。要は、第一次大戦のきっかけになったってあれですよね。あの時に、その、大使の中の肉体に、その、AR 君の友達の IS-BE が実は入ってましたって。で、射殺された瞬間に、バーって、その IS-BE は飛んでって、またどこ行ったか分かんなくなっちゃったから、今一生懸命探してるんだよって。AR 君としては自分の仲間の3000体の IS-BE が地球に、その地球人の肉体に、その、囚われて、いるから、できたら助けたいんだと。ね、地球人にはぶっちゃけ興味ないけど、でも自分たちの仲間が3000人いるから、じゃあそいつらは助けたいんだと。だから、この帝国文明が作った電磁バリア、これ何とかぶっ壊したいなと思ってるんですけども、でもそのシステムがどのように稼働していて、その本体がどこにあるかも全然つかめないそうなんですよね。ただ観察してるとその電磁バリアの効力は今落ちて来ているんですよ。だから何が起こっているのかっていうと、この電磁バリアの効力が落ちている。つまり自我のシステムが効力が落ちているから、今目覚める人が勝手に増えてきているってことなんです。で、この電磁バリアが効力が落ち始めたっていうのは、ここ最近だと思うんですけども、それによって、もう一つ面白いことが起きているのが、例えばさ、歴史を見てみても、ここ100年、200年で、テクノロジーって、アホみたいに進歩したと思いません？いきなり、ね、エジソンみたいな人が出てきたりとか、いきなりニコラ・テスラみたいな人が出てきたりとか、いきなりアインシュタインみたいな人が出てきたりとか、そういうことって急に起きたじゃないですか。で、急にね、電気が発明されて、石油がね、化石燃料を活用する方法が発明されてってね、で、一気にテクノロジーって進歩したんですけども、これなんでこんなことが起こっているのかっていうと、要はそういったものを発明する天才たち、その中には過去に、ドメイン文明もしくは帝国文明で、もう何億年も生きてきた発明家だったり科学者だったり芸術家だったり音楽家だったり、そういった過去の天才たちのIS-BEが要は地球に囚われてるわけなんですよね。そういう人もいるんですよ。で、その記憶が戻ってきてるってことなんです。その電磁バリアの効力が薄くなってるからね。だから、急に過去のそのテクノロジーの記憶が蘇ってきて、いきなり地球の文明ってバーって発展したってことなんですよ。で、一応これが今地球に起きていることなんですけども、このAR君たちのドメイン文明はそれまでもやっぱ地球人に何回も何回もアクセスして、本当はうちらはIS-BEなんだよ、肉体じゃないんだよ、あなたが自分だと思っている自分、それ違いますから、本当は勘違いですから、あなたはあなたではないですよみたいな、そういうことを言い続けてたんですけども、いかんせんやっぱ地球人のね、理解力ってやっぱりそこまで達してないんですよね。で、これは私の考えなんですけども、このAR君っていうのはやっぱ地球人にワンネスを教えようとしてたんだと思うんですよ。もっと言うとゼロネスを教えようとしてたんだと思うんですね。全てはIS-BEであり、地球人ももちろんIS-BEだし、地球もIS-BEだし、全部同じだよ。全部一つだよ。ってことを教えようとしてたんですけども、でもそれが、ワンネスのワンが一神教のワンになっちゃったんですよ。もうそういう風にしか解釈できないからね。で、人間がいます。人間はIS-BEではない。IS-BEは人間とは離れたところにいます。それはたった一つです。うん、で、あなた方はその IS-BE ではない。だから IS-BE に使いなさい。で、その間にその神官とか聖職者を置いて、その神と人間の仲介役みたいな。で、その神官も要は奴隷なんですよ。うん、この本によるとね。うん、まあ全員奴隷なんですよ。このピラミッド構造ができてるけど。まあそんな感じでまあ一神教というものができたんですけども、例えばゾロアスター教ってあるじゃないですか。あれが、ドメイン文明が作ったらしいんですよ。うん。でも、ユダヤ教、キリスト教とか、まあ、あの辺の一神教は帝国文明が作ったそうなんですよ。うん。なんかこういう話聞くとね、なんかじゃあドメイン文明の方がまだちょっとマシな宇宙人なのかななんてだとね、そんな風にちょっと感じるんですけど、まあどっちにしろ宗教は宗教ですし、まあ同じなんですけどね、ぶっちゃけね。はい。うん、あと、モーセ、あるでしょ、モーセ。出エジプト記ね、旧約聖書の。あの時に、モーセが砂漠歩いてて、ヤファへの啓示を受けるって話あったじゃん。うん。で、あの時の、上から出てきたヤハウェってのが、ドメイン文明と敵対する帝国文明の宇宙人だったそうなんですよ。うん。なんてことが書かれてるんですよね。うん。あと、エジプトのピラミッドのこととかも書かれてるんですけども、あれはね、すべて捏造だって書かれてます。これすべて捏造だってどういうことかっていうと、要は、ほら、ピラミッドっていうと、すごい数学的に高度な知識とか英知が使われてるじゃないですか。で、実際そうじゃないですか。ものすごい天文学の知識とか複雑に使われてて、もう1ミリの狂いもなく、ね、ちゃんとした方向を向いている。ギザのピラミッドの星の3つの位置は、オリオン座の3つの星の位置関係と一緒ですよねって、まあよくある話なんですけども、あれも意図的に、いかにももっと友らしいその神秘的な構造を作ることによって、でも絶対に地球人にはその答えを読み解けないような、そういう謎解きが作ってあるんですね。じゃあなんでそんなことするのって言ったら、地球人が自分たちの正体は、本当の正体はIS-BEなんだ、魂なんだ、全体なんだ、神様なんだってことを絶対にわからないようにするための仕掛けだそうなんですよ。で、その仕掛けが要は宗教もそうなんですよね。はい。で、まあこれ今紹介したのはまあ本のまあごく一部なんですけども、まあいろんなことが書いてありますよ。うん、例えばそのドメイン文明のことをアヌンナキの仕業、要は人間を作ったのは爬虫類宇宙人だよと思わせるための嘘をついているとかね。なんだその話って感じなんですけども。うん。でもやっぱこういう話もちょっと本当かなって思えるのは、やっぱりその今の一般的に言われている進化論とかね。うん。あれってどう考えてもそのミッシングリンクとかあるし、おかしいよねって話あるし、あと人間のその体内時計が25時間って話。聞いたことあると思うんですけども、なんで自転周期が24時間なのに体内時計25時間なんだよ。これおかしくないですか。人間の体ってそのビタミン D の割合が極端に不自然に少ないらしいんですよね。それ説明できないそうなんですよ。なんでこんなおかしな構造になってるんだ。本来なら人間って150歳ぐらいまで生きられるっていう研究があるんですよ。でもなぜかそこまで生きられないんですよ。これ意図的に寿命を短くされているんじゃないか。うん、そういういろんな話があるんですよね。あと時間と空間についてもこの本では語られてるんですけども、これも私が普段話しているような、まあ、スピリチュアルな話に符合すると思うんですけども、本で書かれているのは、時間とは単に空間を通り抜ける物体の運動を任意に計測しているに過ぎない、うん、ってことが書かれてあるんですよね。だから空間とは直線的ではなくて、空間とはある物体を見ているIS-BEの視点によって決定されるってことが言われてるんですよ。つまり一人一人宇宙ですよってことを言ってるんですよね。うん。その時にこの3次元の我々が空間を認識する際は、時間という要素が介在されるっていうのは、まあこれは私の考えなんですけども、うん。まあそんな似たようなことが要は言われてるよってことを伝えたいんです。はい。まあこんな感じでこの「エイリアンインタビュー」の本によると、まあ要するに地球は監獄なんだと。その犯罪者、政治犯、体制にそぐわない思想や考え方を持ったIS-BEたちを閉じ込めている牢獄なんだと。で、こんな牢獄はもう宇宙にはどこにもない。もうここ、地球ほどひどい環境の星はないって言うんですよね。これこそ本当に地獄だ。まあそういうことが本に書いてあるんですけども、ただ、このシステム、地球牢獄のシステムを過去に抜けた人がいるよってこともちゃんと書いてあるんですよ。要はこの電磁バリアっていうのはIS-BEの記憶を消して自分が何者であるかっていうのを忘れさせてしまうシステムなんですけども、自分が何者であるか分かった人がいるよってことなんです。もうこれね、皆さんなんか想像つくかもしれないんですけども、本の中では一応2人紹介されていて、1人はこの人なんですよ。ゴーダマ・ブッダ。ねえ、なんか予想通りって感じしません？で、もう一人、それが老子だって言うんですよね。はい。まあ、老子といえば、まあ私もね、好きなんで、よく動画で紹介してるんですけども、まあ、表の動画の方ではあんまり老子のネタ出さないかな。まあメンバーの方ではよく話すんですけども、まあ老子といえば、タオですよ。老子道徳教ね。はい。で、老子とゴーダマ・ブッダちゃん、お釈迦様、この宇宙人が作った電磁バリアの自我システムを抜けたらしいんですよ。じゃあこの2人のやったことを同じことすりゃそのシステムから抜けられるってことじゃんってことになりますよねってことなんですよね。要はこの精神支配から脱出ですよ。で、今回はこの釈迦のメッセージよりもどっちかっていうとね、この老子タオですね、これをまあ説明した方が話がちょっと分かりやすいかなと思うんで、まあ老子の話をするんですけども、じゃあ老子はどんなメッセージを伝えていたか、もう一回おさらいしてみましょう。まあ有名なのはこれですよ。無為自然、まあ無一年って言ってもいいんですけどね。あとは常然水が如しとかね。これどういうことかっていうと、結局のところ私が普段話している話なんです。無為、作為を持たずに自然に任せていきましょう。無為自然でしょ。で、常然が水が如し、水のように順応してもう低きに流れればいいんだと。で、水ってのはすぐになじむし、いろんなところにも入り込むし、要は調和をするんですよね。でも水ってのはその時間をかければ岩に穴を開けるぐらいのそういったすごいパワーもあるんだと。はい。つまり抵抗するな、判断するな、解釈するな、サレンダーしましょう。そういうことなんですよ。つまりこの宇宙人が作ったシステム、電磁バリアの記憶忘却装置、この自我のシステム、これを抜けようと思ったらあるがままでサレンダーしましょうっていうね。結局ほら、私がいつも話してる話につながったでしょ。今日はこれが言いたかったんですよ。だからね、この宇宙人の話が本当かどうかなんて、実のところね、どうでもいいんですよ。まあ、面白い話だなとは思いますよ。完成度非常に高いって言ったら、まあ、最初から信じてないだろうって言われそうなんですけども。まあ、いやいや、この本は、確かに面白いです。面白いけど、でも、本当か嘘かなんかどうでもよくて、それは何でかっていうと、結局これが嘘でも本当でも、まあどっちにしてもやることは同じだからです。サレンダーしましょうってそうなるんですよ。で、この本の中で紹介されている老子のメッセージを、ちょっとスライド出すんですけども、こんなことが書かれてるんですね。それを見ようとする者は見ることはできないだろう。それを聞こうとする者は聞くことはできないだろう。それを掴もうとする者は掴むことはできないだろう。その形のない無の存在、動の不動の源ってことなんですよね。まあこれ何かっていうと、タオの話をしてるんですよ。ただこのタオってのも難しくて、ほら、老子道徳教っていうでしょ。要は道って道がつくじゃないですか。でこの道って言葉が入ると、私たちはどうしてもさ、なんかこの一本のその方法論があるんだ、道に沿って歩いていくという方法論があるんだ、なんかそういうテクニックがあるんだって捉えられそうですけども、そういうことじゃないんですよね。この道、タオというものは、例えば仏教でさ、中道っていう言葉あるでしょ。中道で、それに対して中庸という言葉もあります。でこの中道っていうのが、どっちかというとお釈迦さんっぽい言葉であり、タオっぽい言葉なんですよ。で中庸ってのは、これは儒教的な言葉であり、老子じゃなくて、老子と仲が悪い孔子の方の哲学なんですよね。で中道、この真ん中の道、これ何かっていうと、要はね、バランス感覚、そういうことなんですよ。これを説明するには、この下の4行を読んだ方がいいかな。ちょっと下の4行先読みますね。壁は部屋を作り上げ支えるが、それらの間の空間が最も重要である。壺は粘土で作られるが、その中に形成される空間が最も有用である。行動とは無が何かに影響した結果である。スピリットの無があらゆる形の源であるのと同じようにってことが書かれてるんですけども、でこれが要は中道のことなんですよね。要は儒教の徳中庸というのが A と B の真ん中だとしたら、中道というのはその A と B とか捉えるんじゃなくて、その空間、間のことを言っているですよ。で間というのは固定されないんですよね。つまり中道というのはそこでバランスを取ることであり、そこであるがままっていうことだと思うんですよ。そんなことを、この文章は言ってるんですよね。だからそれを見ようとするものは見ることはできないだろう。その道があるわけじゃないんですよね。捉えることができないんですよ。ふわふわふわっとしたものでね。そもそも形がない、それがタオなんです。この本を読んでね、なんか怖いわ、なんか嫌だって思われた方いらっしゃるかもしれないですけども、全然大したことないですよ。やること一緒だから、あるがままに自然に生きてください。それで OK です。要はね、そっぽ向くことなんですよ。でこれからのね時代に、やっぱこういう感覚って私大事だと思っていて、やっぱりそのエゴというのは常に不幸探しをするし、自分を苦しめる材料を見つけたがるんですよね。だからこういう本を読んでうわーってなっちゃうんですよ。で私はこういう本を持って、面白いって笑えるタイプなんですけどもだから皆さんにもそういう感じで、一つの都市伝説として捉えてほしいんですよね。実際面白い話じゃないですか、こういう話ってね。でこの本もさすがにね古いんですよね。これ書かれたのもう何十年も前なんで、だからそのマチルダさんが、実際にいたとしてね、実際にこの話が本当だとして、その宇宙人とコミュニケートを取っていたにしても、私これ普段から言ってるように、そんな言語に変換するときに絶対その人の主観って入るんですよね。だから正確な情報ってやっぱ伝わらないと思うんですよ。でこの本に書いてあるところで、私もあれおかしいな、ちょっとこれ古くせえなと思ったのが、やっぱその宇宙人はそのエアル君のドメイン文明にはなんかね、貨幣経済とかがあるらしいんですよ。で金融システムも存在してるし。おかしいんですよね。だってさ、何兆年も先を行っている文明ですよ。なんでそんな金融経済とかあるのとか思いません？だからこの感覚が60年前の人の認識レベルだとそういうふうにしか解釈することができないからこういうことになったんじゃないのって私は思うんですけどね。はい。うん、まああとこういう話って実はもういくらでもあって、例えばね、この興味がある人はラケルタ・ファイル、あとデイビッド・アイク、あとアレックス・コーリア、まあこれレプティリアン系の宇宙人の話なんですけどね、まあ似たような話いっぱいあるんですよ。うん、でこの話と似たようなこと言ってるなって部分もあるし、全然違うこと言ってる部分もあるし、まあ、こういう話がまあ情報としてまあ無数にあるうち中の、まあ、その中のこのエイリアンインタビューですよねっていう、それぐらいの認識ですよね。はい。うん、まあそんな感じに、まあ、軽い感じでね、エンターテインメントとしてこうやって宇宙人ネタを楽しむのが私は好きなんですけど、皆さんはいかがですか？はい。で、さらにこの本に書いてあることで、のりさん的に一番受けた話があるんですけども、それが何かっていうと、で、この本の中ではエイリアンとコミュニケート取ってたのは、まあ、マチルダさんだけだよって書いてあるんですけども、でも、他にもね、やっぱ、いろんな人が呼ばれたらしいんですよね。うん。なんか言語学者とかね、心理学者とかね。うん。で、霊能者もやっぱ呼ばれたらしいんですよ。テレパシー使えるんじゃねえかってことで。うん。で、その時に呼ばれた霊能者、これ誰だと思います？うん。それが、クリシュナムルティなんですよ。これ本当かよとか思いますけども、実は、この、マチルダさんとクリシュナムルティが基地の中で合ってるそうなんですね。でさらに言うとクリシュナムルティもこの宇宙人との対話をこのなんだろうテレパシーで対話できないかチャレンジしたそうなんですけども、でもクリシュナムルティはそれができなかったそうなんですよ。うん、でそれでまあ落ち込んだのかどうか知りませんけども、で本の中にはこんなことが書かれています。これはまあマチルダさんのまあメモ書きみたいな感じで書かれてるんですけども、クリシュナムルティという名のインド人の透視千里眼能力者がエイリアンとコミュニケーションを試みるために基地に来ました。どちらもエイリアンに何かを伝えようとすることはできませんでした。とはいえ私はミスター・クリシュナムルティはとても優しくて知能の高い紳士だと思いました。なんてことが書かれてあります。はい。ねまあ、クリシュナムルティイケメンだからね、まあ、マチルダさんもちょっとあら素敵って思っちゃったのかもしれないんですけども、はいというわけで今日何の話だって感じなんですけども、今日はエイリアンインタビューやってみました。なんかむちゃくちゃ長くなっちゃったぞ。無料動画でここまで長くやるのはもしかしたら初めてなのかもしれないんですけども、まあこういう話もね一つのネタとして楽しんでいただければないんでしょうか。精神世界の探求ってね、結構なんだろう、みんなこの苦しんでやっちゃってる方が多いなっていうの最近気づいたんですけども、これってね、うん、それはちょっとね、まあ、良くないっていうかね、どっちにしろね、その人生ってただのエンターテインメントなんで、だから精神世界の探求もただの遊びなんですよ。うん、私たちは、日々いろんなことを体験しますけども、そこに深刻になる必要なんて本当は何一つないんですよ。全部遊びだって捉えてほしいんですよ。できればね、まあ、なかなか状況によって人によってはそんな風に思えないって人もちろんいらっしゃると思いますよ。病気で苦しんでいたりとかね、もう怪我で痛みがひどいとか、私もさ普段この世は仮想現実です、夢みたいなもんなんですよって言いますけども、もちろんそうやって思えないっていうのはそれは分かります。まあ、当然そうでしょう。まあ、痛みがあったらねそんな風に思えないですもんね。うん、でも一応マインドセットとしては、本当は人生ってのはまあただの夢みたいなもんだから軽く考えて、まあ言ってみれば楽しんだもん勝ちなんですよ。私たち自身が、まあ、この本で言うと IS-BE であり神であり魂であり全体であり全てなんですよね。うん、これをちゃんと仏教では似たような言葉で表現してるんですよ。それが衆生本来仏なり、皆さんは最初から仏ですよってことなんです。うん、一神教によってそれを分からなくされてしまってるかもしれませんけども、でも本当はそうなんです。うん、だから安心して楽しめばいいし、安心して苦しめばいいし、常に鑑賞者の視点を持って物事に没入しないように、うん、軽く考えて楽しく生きりゃいいんじゃないのかなっていう、まあいつもの話でした。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。のりさんでした。